はい、始まりました、はい、シネマギークでございますけども、難しい映画、難しい映画、はい、テネットでございます。あの難しい映画って言ったら、あの先週収録したミッドウェイもなかなか私にとって難しかったんですけど、あのあれはあの言われました、お前社会科の授業しようんかって言われて、完全に授業を受けてる生徒だったけど、あの、はい、とある教科書よりは分かりやすかったと。ああ、なるほど、なるほど。とある教科書よりかは、はい、あの太平洋戦争の直前の話がよく分かったって言ってくれたんで、まあ、ミッドウェイもね、そこに至るまでのね、世の中の事情を分かってないと、はい、なんで戦争したんかが分かってないとね、あの戦争の悲哀って分からないかなと思って紹介したんですけども。今日のね、テネットはね、はい、難解な理由はたった一つ。たった一つ。クリストファー・ノーランだから。あ、なるほど、はい、クリストファー・ノーランだからややこしい、はい、あの彼の、ね、作品ってね、結構ね時間軸をいじくり回しそうというかややこしい作品が多いんですよ、で日本で彼をバーンと有名にしたのがメメントっていう作品、はい、あのとあるホテルの一室で、まあ、あの男は目覚めて、でこれ奥さんが殺された男で、 でもこの男は10分しか記憶が持たないと、うん、でこの10分しか記憶を持たないのをこう糸細い糸をよりこう結いで寄り添って結いで引き寄せてってやるにうちに真の犯人はどっかにおるっつって行動を始めるわけですよ、はい、でとあるところからのターニングポイントから一気に畳みかけるような話になるんですけども、時間軸が進んだと思ったら逆行するっていう話で、うーん、これも非常に初めに見た時ちんぷんかんぷんでした。なるほど。映画館で見たんですけど、全くなんじゃこりゃでした。でほなと DVD が出て見て、むちゃくちゃ面白いやんこれってなったのがメメントです。2回見なきゃダメ。2回でも理解できんかったな。なるほど。理解できた人は偉いなと思う。でその後ね、あのフォローイングってのがあったんですけど、これもね、あのモノクロ映画で時間軸がバランバランなんですよ、でこれもね、よう見たけどようわからんかったんです最初は、うん、でも結果的にはむちゃくちゃ面白いやんなった映画です、うん、でこの次あの彼が有名になったのがインソムニアっていう映画で、不眠症という意味なんですけども、当時ね、もういい人の代表みたいなあの俳優が犯人役でできて度肝抜かれたっていう映画で、これもただこれはね時系列が結構順調に流れるんだけども、はい、ミステリー性っていうのが良かった映画です。でその後彼の名前出したのはバットマンビギンズとダークナイトとダークナイトライジングっていう、うんうん、ノーラン版バットマンって言われるもので、これは原作テイストを上手に生かしたいわゆる昔のバットマンは悪い奴がおる、法では騒げん、なら闇の力で騒いでやるっていう必殺仕事人的なポジションだったのを、うん、バットマンが裁くこの闇の仕打ちというのは果たして正しいんですかっていう話が主軸になるんです。なるほど。ものすごいこの DC コミックの根幹にこういじくる話、はい、いわゆるバットマンイコールアニメ漫画のキャラクターを哲学的に落とし込んだっていう走りですね、今の DC とか MCU マーベルもそうなんですけども、はい、マーベルもそうなんです。スーパーヒーローが街を救いました、でもこの街を救うためには街を壊しました、うん、さあ彼らの行動は正しいのかどうかっていう、ヒーローはヒーローとして本当に正しいのかっていうところに MC も落とし込んでいったんですけど、はい、そういった部分でいうとこの、彼が作ったこのバットマンシリーズがあるから、そういう、キャラクターものでも哲学的な話ができるようになっていったっていうでも過言ではない。なるほど。でその、 あのバットマンライジングの前にインセプションっていう、はい、あのビルがね折り紙のように畳まれるような映像シーンとかがあって、レオナルド・デュカプリオとかね、渡辺謙がで撮った作品があって、この時の映像どぎも抜かれて、 CG って分かっとんのにドキドキするっていう。へでこの時もね、夢の中に入ってって相手の深層心理でこの情報を引き出して帰ってくるって話なんですよ、はい、夢って夢じゃないですか。もう夢といえばワワーンとあって、夢の中でどら焼き食べ放題とか鍋食べ放題とか、あの子と結婚できたらいいなとかみたいな、いわゆるこの夢の中でできることっていうのは何でもできちゃうよっていうところがあるけど、夢の中に階層があるっていう話にしたんですよ、うん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 、インセプションって、はい、でここの階層では語られないことが第2階層行くと語られて、第3階層行くとこの語られたことは全く嘘だったみたいな、
UFO のややこしい話がインセプションなんです。いやでも面白い、ね、面白いでしょ、ね、それね。なんかあれですね、アルファ世界線とベータ世界線があるっていう解釈と、まあね、似たようなというかね、夢でも同じようなことが、そう、それを書いたのがインセプション。これなんかインセプションめちゃくちゃ面白いけど、はい、最初見た時になんじゃこりゃなんですよ。なるほど。夢の中入ったら普通の街なわけやけど、うん、よしもう一度階層降りるぞって言ったら雪山に行っちゃおうみたいな。へー。初めて見た時情報なかったらなんじゃこりゃなんです。でもどこが夢でどこが現実かっていうのも難しい、ね、そうだけど、それを失敗するとあなた生きて帰ってこれなくなるよっていうような話も出てくるんですね。怖い。そう。で、この後に作ったのがインターステラーっていうのがあるんですけど、これもね、この宇宙物理学やら、うん、特殊相対性理論やら、浦島効果やら、ニュートン力学やらっていう、うん、現代のこの物理学的なものの要素をぐーっと巻き込んで、地球からも穀物が全部なくなっちゃう。宇宙の果てにあるであろう未来ある星を見つけに行こうっていう話から、結局周り回って自分のミニマムな力で、あ、世界から今の地球を見るみたいな話になってて、全然最初わけわからなかったです。これもなんじゃこりゃな映画でした、初めて見た時は。なんていうか、こうモチーフにするものがすごく特殊で面白いですね。でその後あった2017年のダンケルクっていう映画でも、うん、あの陸海空の話があるんです。陸で第二次世界大戦の話、空の第二次世界大戦の話、あの海の世界大戦の話、空の海世界、あの世界大戦の話があって、陸の話は1週間分話が描かれるわけです、うん、海は1日分描かれるわけです、はい、空は1時間で描かれて、その3つの話が最後パキッとダンケルクで決着するっていう、時間軸バラバラなのに、な、最初陸の話があって、海の話が来て、空の話が来て、いいおことと時間軸バランバランやんってなってるんやけど、2時間ちょっと過ぎた瞬間、最後にパキーンと会うっていうむちゃくちゃ面白い映画が、これダンケルクって言うんです。そういう時間軸系オタクとも言うべきクリストファー・ノーランの新作がこのテネットでございます。なるほど。頭の中どうなってんでしょうね、この監督。わからん。だけど今ね、テネットの考察サイトが山ほどできてて。ああ、そうなんですか。で、あの時はこうでこうでこうで、うんうん、この時間軸はこうでこうでみたいな、見るんですけど、はい、1回しか見てない人間でそこまで理解できまへんわっていうのが今回の話の主軸です。なるほど。ぶっちゃけ言います、全然分かってないです。まあでもね、これまでの作品からしても難しいというのはよく分かりました、うん、で、まあ物語ね、これこう、あのね、途中の真ん中ぐらいまでね、書き起こしてみました。はい、いろんなこう予告編とか見ながら、頭の中でね、見た気反数をしながら書き起こしてみたんですよ。まずオープニングパーンと入って、ウクライナのオペラハウスでこのテロ事件が発生すると、まあ、今からコンサートするぞっていう瞬間に武器を持った人たちが乱入してくる。でそれをまるで予知しとったかのごとく特殊部隊がおるんだけども、それはどうやら地元の特殊部隊ではないみたいなんですよ、うん、ただテロが起きたことによって地元特殊部隊が来ました。特殊部隊の、車のワッペンというか車のロゴを見て、あ、これはこの部隊やなって慌ててその部隊に合わせたワッペンを貼って中に突入します。で突入の中でバーッとパタ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 ッとするんだけども、この今回の主人公の男の名前って特に決まってないんですよ。へ、名もなき男っていうことをみんな抱えとんですけども、はい、多分パンフレットの方が読んやと思うんですけどね。この男はこのテロ事件の中で最終的には観客すべてが巻き込まれて殺されるっていうのを知った時に、会場に敷設された爆弾を回収するわけです、うん、回収して誰もいないであろうところにボーンと投げ込んで、あの観客を救うんだけども、はい、その救う最中にとある事象を見ちゃうんです。割れてる足元の、まあ、壁床というところが銃痕で割れてるけども、それが修復されて弾が戻る瞬間を見るんです、うん、バーンって壊れてる、壊れてるものが修復されてピッと元に戻る瞬間を見る、はい、それにそれおかげで彼は助かる、彼の男は助かるんです。
この謎の男は助かるんだけども、その時に赤い組紐をリュックにつけた男に救われたっていうことだけは分かる。はい。でそこでそれを信じて一旦テロの話は終わるんだけども、特殊部隊で怪しいからっていうことでロシア人の組織に捕まるんですね。でそこで彼は口を割るわけにいかないからといって毒カプセルを飲んで自殺すると、うん、でも目覚めるんです。目覚めたら全く身に覚えがない船の上で、君はテストに合格したって言われるんですよ。うん、もうこの時点でね、なんじゃこりゃなんですよなんじゃこりゃないけど、とりあえず見ようって言って見る、はい、だからそこで話しちゃったら、どうやら第三次世界大戦よりも恐ろしいことが起きる、プラス時間に逆行する弾の存在のことを教えられるわけです。もうさっきの壊れたの話にちょっとつながりますね、うん、はい。で話しちゃったら、まずテネットというキーワードを教えられて、で核兵器よりも危険な第三次世界大戦を止める任務に君ついてくれと言われるんです、はい。どうやらようわからんけど、こんな危険なことを起こすわけにいかんなということで、彼はうんと言って、わかっ、とりあえずじゃあ時間逆行団に対してインドの武器商人が情報を持った時に行こうやないかって、そこに行ってインドの武器商人に会いに行くと。でそこで一つ情報が入ってきて、この逆行団というものは未来から送られてきたっていう、いわゆるタイムトラベルものの話になってくるんです。ほう、未来から来たんかっていう話になるんだけども、それのキーを握ったのがロシア人の武器商人のセイターという男を追って、そいつが大きなファクターになるよっていうことを教えられて、セイターの情報を集めると。ただセイターっていうのはどうもまあ猜疑心が強くって、まあ、ガードが硬いんで、さあどうしたもんやらってなったら、セイターの奥さんがおって、その奥さんは実は偽物の絵画を本物と言って買わしてしまったがゆえに、脅されて身動き取れないということです。だから身動き取れない原因は偽物と贋作と判断した絵画やから、これをとりあえず盗み出そう、じゃあそれが収められてるのはどこですかって言ったら、空港にあるっていうことがわかるんで、空港に向かうわけです。で空港に向かったら、これ予告編見た人は分かります、空港で飛行機がバーンと倉庫に突っ込むシーンがあるんです、うん、あれものすごい重要なポイントになるんですけども、この空港の方で絵画を盗もうとした時に大きな爆発を起こして気をそらして忍び込むんだけども、そこで謎の男に襲われるわけです、はい。で謎の男は時間の逆境だもっとわけです。おお、時間軸は逆に進むわけですね。向こうに飛んでいったはずの鉄砲が手元に返ってくるとか、割れたはずのガラスが修復されるみたいなもん。持ってるんだ。そう。おたら、そうなった時に、じゃあ、襲われたけども、ちょうどその時にたまたまこの一緒についてきとったニールという相棒とともに、その危機は脱するわけです。で、この情報おかしいぞってなって、もっぺんインド人のところに行くと、情報をもっぺん与えてくれて、実は空港に回転ドアなかったかと。お、回転ドアあった。あの回転ドアが自分やが生活している時間軸の巡行と逆行の出入り口になっていると、あいう話が分かってくるんです。はい。たら、え、それの時間軸の差って何なのって言ったら、青と赤とか、これまとめてきたんですけど、はい、巡行の時間軸は赤、逆光は青、回転ドアは赤と青があって、同じ人間が同時に入らないとダメですよ。で、逆光した世界に巡光の人が逆光の世界に入ると、すべてが逆だから呼吸ができない。息を吸うということは吐く。吐くということは吸うやから、もう全く呼吸ができるようになるから、酸素マスクをつけていけないとダメ。だけ明るい。触ると熱い、逆光の世界では寒くなる。あ、なるほどね。で、巡光の人間が逆光の世界に行って、逆光の世界に行くと自分がもう一人おる、そのもう一人と生身で接触すると水消滅する。
世界がなくなる。これバックトゥザフューチャーのドクも言ってましたね。はいはいはい、はい、もう一人の自分に合わないと世界が消滅するぞ、うん、いうことが言われるっていう。で逆光入ったらいずれは必ず順光に戻ってきなさいよっていろんな条件を教えられてくるんだけども、そういった中でこの絵画のワーダーからセイターというロシアの武器商人は何をしようとしたのかっていうところは謎を謎を呼ぶんだけども、彼が逆光のシステムの大元を集めようとしてると。この大元を集めるためには9つのパーツに分かれとって、それを9個全部集めたら世界が消滅するって言われた。で最後の1個が冒頭のオペラハウスのテロで警察に奪われたんですよ。実はあそこに最後の1個があったんだと、はい、じゃあそれをセイタに渡すわけにはいかんなっていうところで、うんうんうん、テレビ CM でも流れてるカーチェイスシーンの終盤になるわけです。なるほど。この先もっとややこしくて言えない。いやでもなんかね、面白いっていうのはすごくなんとなくでしょ、ワクワクします。でね、これ時間軸はね、うん、進んで戻って新軸に流れるっていうのがあるんですよ。これをね、あのインターネットというかツイッターで立浜さんというあの名前の方がまとめてくれてました。はい、これ許可をいただいてね、ええ、あのこう多分画面にバキッと載ってるはずですけども、リンク先も載ってますけど、このテネットの時間軸、いわゆる名もなき主人公とニールと、絵画を偽物と言ってしまったキャットっていう奥さんとセイターという人の時間軸がこう流れてますよ。これ時間軸普通流れてるんですね。はい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 、軸が流れていくけども、中盤のカーチェイスの後戻ります。戻ってちょっと行ってグッと戻って最初の冒頭の時間軸の別の場所に行って、うん、最終決戦があります。へこれ見た時にこの人は天才だと思いました。すごい、すごい。これじっくり見ると、ね、ネタバレなので気をつけてください。あ、なるほど。じっくり見るとネタバレですね。さっき言った話はオペラハウスのあって、うん、インドに行って空港に行ってチェカーチェイスになりますよと。これでまだ半分じゃちょいです。これ以上説明するともうなんか何が何やらですね、言ってる自分も分かってませんもん。なるほど。でもこれ見るとね、うん、見た後にこれ見ると、はい、これ見て後もっぺん映画見ると非常に分かりやすい。これテネットって、うん、TENET解文です。解文なんですね。解文です。なるほどな。こうやって文字ではっきり見ると分かりますね。そう。プラスね、これね、最後のね、最終決戦の時に、はい、時間の強撃作戦って言って、ええ、巡航の時間と逆航の時間で、ね、両方で攻め込んで世界を救おうという作戦が制限時間10分なんです。はい。10なんです。表からの点の10分作戦、後ろからの点の10分作戦っていうのがあるっていう。すごい、すごい。で、考察のサイトに行くとね、もっとね、深い考察の情報いっぱい載ってます。あの、いろんな、ラテン語の単語の解文になると、これを5つの単語を合わせると、真ん中軸と上、あの、縦軸と合わせると全部テネットになるみたいな。へぇー。されとったりするんで、非常に、もうノーランらしい、もう謎が覗く、マスクじゃない、エヴァンゲリオン大好きな人にはたまらない映画だと思う。なるほど。面白い。この図解はね、これ、あの、画面上出してますけど、拡大したらネタバレになるし、ただ、このカーチェイスのシーンだけで、何文字だろう、あれ。数千文字の、うん、考察サイトができたんですよ。でこの立浜さんもこの逆、はい、カーチェイスのシーンだけのね、はい、考察解説サイトを作ってくれるんで、これリンク先はね下の文章の中に入れてあるんで、はい、ぜひアクセスして、これ映画見る前に見てもいいし、うんうんうん、見てからでもいいんで、これ見るとあのシーンだけでもねご飯3杯いきます。好きな人にはこれたまらない、たまらない、時間軸ややこしい、うん、クリストファー・ノーランらしい、うん、なんじゃこりゃの集大成的な映画。いやでもね、生きてて自分の体の中のことも宇宙のことも分かんないことなんていっぱいだから、うん、こういったテネットみたいな世界も本当にあるのかもしれないって結構思うとこあるんですよ。なんかね、あの逆境団とか見たらね、はあ、
おーってなるし、あるんじゃないですか。いや、あるんかな。あるんじゃないですか。面白そう。これね、あとこのニールというね、うん、相棒になる金髪の男性の時間軸の流れ方もものすごく悲哀があるで、これね、あの、ほんとね、見ないとわからないって、これあんまり使いたくない表現なんですけど、見ないとわからないけど、見るともっとわからないようになるけども、こういうのを見ていくともっと楽しいっていう映画なんで、テネットはね、これ、大きいスクリーンで見てこその映画だと思います。なるほど。いや、たまにはわからないの中に飛び込むのって面白いですよね。うん、面白いと、うん、あとね、どうやって撮ったんだろうっていう映像の数々なんですよ。いわ単純にね、車が横転してたのが元に戻るとこれ 逆回転させりゃいいだけですよ、はい、クリストファー・ノーランってね、コンピューターグラフィックス使わない監督で有名なんです。そうなんですか。となると、うん、どない撮ってんこれっていうのは、もう早くブルーレイ出てくれとメイキング見してくれと、なるほどねいう気持ちで満杯なんですけど、はい、とりあえずあと3回ぐらい見なわけわからんかなと思いながら、うん、映画館にもっぺん行くべきなのかどうかを悩みながら行くんだろうというなるほどいう映画でございます。このテネット、これもう、これ画面には出しておきます。これネタバレになるんで、ね、じっくり見るんで流し耳ぐらいしてください。今日これから見る人は流し見てもいいと思うんですけど、はい、このね、時間軸は秀逸です。ほんとようできと素晴らしいなっていう、やつね。これ見てから見るとね、だいぶ分かりやすいかなと思いますんで、はい、まあ、いわゆる一遍見た後でも楽しめる映画ってなかなかないんですけども、その代表的映画かなと思います、うん、クリストファー・ノーランのテネットなんですよ。予告の時からわけわからなさそうな予感はしてましたけどこんなにわけわからんとは思わなかったっていう。なるほど。で、最後ね、次々とね、こう点と点が結びついてくるわけです、うん、あれはこれか、あ、この時見たのはこれだったんやっていうのが結びつくのは、ほんとね、クリストファー・ノーランの天才的な時間軸計算だと思うんで、その部分も含めてね、単調な映画ももちろん楽しいんですけども、こういう難しい、よう分からんけども、納得した時に、あの、何 ?3D パズルとか、知恵の輪とかが、こう、ほどけた時の気持ちよさに似た感じがあるのが、このテネットという映画なので、はい、ぜひご覧いただきたいと思いますけどね。はい。で、これ、主演は生なき男、いわゆる男は出てる。ジョン・デビッド・ワシントンというの主演で、はい、これデンゼル・ワシントンの息子で、あ、顔が似てるようで似てない、似てないようで似てるっていう男です、うん、で、あの重要なポイントのニールという役はロバート・パティンソンが出てるというところで、で、あの、いや、悪役はね、もう本当に見るからに悪いやつ、ケネス・ブラナーがそのまま悪い役をやったんで、はい、もう見た瞬間にこいつ悪いやつって分かるぐらい分かりやすい、そういうところは非常に分かりやすい。なるほど。で、私の大好きな、イ・オネンが出てるっていうのはこのキャットっていう、エリザベス・デビッキっていう人が出てるんで、この人また綺麗でね、はい、もうね、ほらもう、ほら、強引にでも嫁にするわっていう気持ちが分かるぐらい、こう、いいおねんって感じがするんで、そういった部分も含めてね、あの、クリストファー・ノーランの、新たな名作、出来上がっておりますんで、ぜひ、劇場でご覧いただきたいということで、シネマギークでは、テネットをご紹介させていただきました。よかったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。そして、このツイッターのリンク先、立浜さんのリンク先はですね、ランク外の方に、ランク外の方に記載してますんで、で、考察動画のリンクも貼っときますんで、ぜひ、そちらもご覧いただいた上で、劇場に1度目、もしくは2度目、できたら3度目、足を運んでいただけたらと思います。よかったらチャンネル登録もお願いします。お願いします。